おかえりなさい。その人が花の学校の先輩。怖い。ないわ。体も大きいし、男の子って聞いてないんだけど。いただいたお金なんですが、やっぱりお返ししたくて。ああダメ。やっぱり目が怖い。だけ、母親はあんなに穏やかで優しそうだったのによ。トムク。何かしら。うん、なんでもない。娘にも狙われてる？